マリちゃんのマネスパープルプリやっていきます。今回はレッドアイズの城之内ですね。早速使いに行きたいと思います。神楽、猿、犬、明神、野牛、そしてレッドアイズの城之内にサポート全員入れてます。これでコントロール106のスタミナ116構成ですね。で、城之内に関しては脅威の切れとディレードアームが2個取りの場合はもらえて、そうすると全財と白切りが若干使いにくくなってしまうというのがデメリットとしてありますね。で、練習効果30のやる気効果100、スペシャルタック90の、まあ、すごい強いタックがやっぱ50だと組めるっていうところもありますし、まあ驚きなのが得意練習率アップですね。これ固有でついていて、かつレベル1ですでに70ついているので 90% アップっていうとんでもないことになってますというところと、基礎ボーナスの精神8にスタミナ上限4アップ4と、テーブル自体はかなり強いとは思います。まあ精神ピッチャーでいるかっていう話もあるとは思うんですけど、まあこの桃鉄高校での鍛錬メンタルっていうのはやっぱそこはメリットになると思うんでね。まずは使ってみて、様子を見てみましょう。千丸で招きカロバーです。行きましょう。守備からかな。行くとこねえわ。行くとこねえわ、とりあえず。まあ、どうなんでしょうね。まあ、今後のメンタル投手っていうところの、将来性的には、まあ、城之内ずっと使うのかな、みたいなところはある、あるにはあるんですけど、まあ、それが正解の択になるかどうか、今回っていうのは全くわからないですね。仙台ナイス。とりあえず、3くれ。3がない。3がとりあえず欲しいところなんだよな。あー、6進むと、だいぶ怪しいんですよね。メンタルいきます。結構、ゴールシビアかなというふうに思っていて、まあ、6と5がこのデッキは出やすいのは間違いないので、まあ、その辺を踏みつつ、6、大丈夫かな。まあ、どうせ3か4か。ああ、まあ、ちょっとカードもらいてえわ。特性でいらん。あはははは。両方ともいらん。マジかー。ちょっともうちょっとマシなの欲しかったなー。3出るかなー、そもそも。お願い。いやーよかった。マジでよかった。剛速球、ささっと使っちゃいます。で。意外と出てるな。はい。はい。OK です、仙台。近場がいい。近場にしてください。静岡。確かに近いけども。確かに近いには近いが。精神置いとこうかな。うん、どうせまた来た時でいいわ。ちょっとエンマに勝てるかどうかがわかりませんね。距離感的には。21、エンマ残り9なので、まあ遠いよなーっていうのはありますね。12か。12か。青ですね。10、いけんかな ?10。こうないんですよね。困っちゃったな。今、新潟止まっても別にやることないので、ここは6一気に進みます。残り9。勝てるのか。エンマ3とかにして、エンマ3とかにして。いやー、ちょっとエンマ進みすぎなんだよな。ちょっとこれ僕も進みすぎなんですよね。こんなに進んでもいいことねえんだよな。こんなに進んでも正直いいことないんですよね。3出にくいので、ちょっとマジで、まずはちょっとエンマ落ち着こう。まずはエンマ落ち着こう。落ち着こう ?OK。3! いやー、ですよね。まあ、出にくいのは分かっとったわ。あー、これ、多分振ったらアウトだな。てか、そもそももう体力もないしね。やめてー!まあやめてー!うわー!横浜地下。マジで面白すぎやろ。あちょー!売らないでー!そしてゴールできない。エンマ吹っ飛ばす。で、2位はどうせ僕自身もゴールできないので、ちょっと、進みたい感が強いです。進みたい感が強い。横浜ってあれですよね。特に技術いらんかったよな。東京行くか。東京でちょっと技術吐きましょうか。東京で技術吐くかな。うん。で、精神と技術。
これは取っていい。はい。で、これでいきましょう。で、次来た時にしっかりと、ここも買い占めいきたいですね。やめておきます、体力。よし、ゴールできた。よかった。マジでよかった。210でしょ。まあ、こんなもんでいいでしょ。あ、もうちょい触れるわ。で、ここ踏みます。で、横浜なんとか行けました。で、まあ、やっぱこの駅はこの辺りにゆかりの地が多いキャラが固まりまくっているので、まあ、その辺をうまく活かしたいですね。っていうのと、鹿児島と、これと、一気にポイント吐きました。ゴールドカード。あとは、うまいこと、ぶっ飛び入ってるよね、もう。入ってます。はい。お、25。まあまあまあ、ちょっと近づいた感じか。いやー、やっぱ黄色が鍵になってきますね。これで進行形欲しいわ。うん、イエローカード。まあまあまあ、おお、割と2枚来るね。急行ナイス。うん。割と2枚来てくれているので、まあ、ありがたいですね、進行的には。うん、で、高いとこ買ったから、ポイントも返ってきますね。まあ、うまくこのデッキのメリットは活かせてますね。まあ、ちょっとゴールがおぼついてないのが問題っちゃ問題だけど。さて、どうするかね。12進んでもしゃーないのかな。うん。青を踏んどく？せっかくだし。今なんか黄色踏んでも意味あるかなっていう感じなので。スタミナ青でいいような気はします。これで踏もうかな。で、コントロールも今回はコツくれるキャラいないので、そんなにまあ、ビクビクする必要もなく。はい。うん、オッケー。京都向かってるみたいな距離感やな、20って。うん、いいんじゃない？はい。まあまあ、普通ぐらいですね。可もなく不可もなく。3934。次行きましょう。タラレバカード。で、3だったら嬉しかったけど、4かな。まあ、どうせ、ゆっくり進んでも、早く進んでもあんま変わらんので、4でいいですね。はい。まあ、急行使うんであれば、普通に、早く進んだ方が良かったかもしれませんが、エンママジで、ここのゴールだけは譲ってね、マジで。ここだけは許されんよ。うん、3でいいっすかね。で、急行でゴール圏内入りましょうか。ここはまあ、ゆっくりとですが、確実に先にゴールしたいんで。塩6出たらゴールなのか。やめてね、マジで。吹っ飛び、オッケー。落ち着けー、エンマ落ち着けー。おー、危ねー。4出てますね。急行を使います。で、これさすがに離れてたよな。離れてましたよね。30って感じなんだけど。尻上がりリリース。勝ち運。バント封じ。あんまりコツ掴んでねえな。うん。あんまりコツ掴んでねえな。あんまりコツ掴んでねえな。で、鹿児島さんですか。こんなもんでいいか。割と振っちゃっていいような気はします。うん、OK。いいんじゃない？よし、436。おー、名古屋。で、ここは買い占めます。うん、いいんじゃない？問題はこの次。そして、精密機械に先に野牛から入りましたね。ゴールドカード使うときは、気をつけましょう。32。おお、まあまあ。はい。お、3来い。いやー、いいですね。これは、かみりました。ただ、そのおかげで、
あ、一応30離れてるから変えるのか、いろいろ。いろいろ変えますね。技術、まあ、精神は600残さんといけん。こんなもんでいいか。一応技術も名古屋は800点欲しいところなのか。はあ、はあ、じゃあ。こんなもんでいいっすかね。はい。で、踏みましょう。はい。OK。これはでかい。このぶっ飛びはマジでありがたいわ。うん、ちょっと一回で買い占められないので、それだけ、まあ、ネックですが、しょうがなしって感じかな。ここは精神800の方を先買います。うん、札幌か。てか、このゴールドカードを捌けないな。技術がめっちゃ欲しい。特急カードと、いやー、ぶっ飛び系が欲しいな。お、これ2枚もらっとく先に。18とかでも、15、16、17か。これ2枚カードを先にもらいましょうか。ゴールド使いたいんですけど、精密機械が取れないとダメですね。扱えたわ。うん。バランスよ。バランスよって感じだけど。5行きます。で、2枚もらいましょう。カードないとこれ動けないです。剛速機いらん。おー、いいですね。新幹線、ナイス。特性で切りますか。まあ、現状は必要ないのと。まあ、どうせこれ剛速球先使うんで。で、札幌を買い占めるための技術が現状ないので、それだけちょっと気になるかなって感じですかね。まあ、今、精密を取ったのも影響はしてますね、やっぱり。2枚先もらう感じでいいかな。うん。新潟買いたいですね、バランス的には。15、16。16だったらいけないこともなさそうな感じあるけど。まあ、ゆっくり行くしかないのかな。うん、準9。カードはもう十分すぎるぐらい集まったので、まあこの辺から仕掛けていきたいですね。技術欲しいな。ありがとう。いやー、それは辛い。準急捨てますか。巨神像。走ってんな。クイックレベル2ですね。走ってますね。走ってるんで取るしかないな。で、ゴールドを使う。で、どうしよっかな。まあ、この辺はもうぶっ飛ばしていくしかないとは思うので、それかまあ、ここ5で筋力と、まあ、ちょっと使っちゃっていいかな。うん、ここはちょっと使いましょう。どうせ技術がないと厳しいんで。ここである程度入るようにして、置きながらの、進んでいきたいところですね。僕なので、24一気で、22、23、24。うん、いいんじゃない。新幹線で24行きます。青森買い占めでもいいかもな。札幌変化いらないですしね。これと精神だったら割とありかもな。ただここ行くと10、残り14なんですよね。こっちだと、ゴール目指せるんですよね。急行カードで。いやー、青森でいいかな。ゆっくり行って、札幌買い占めるポイントを集めようかなっていう感じですね。これで。多分技術が若干入ってくると思うんで、これね。ターンも使えば、それだけ入ってくる。まあ、用事はなるたけ1回でっていうところが、ミソですね。函館行きてぇ。函館行きてぇ。函館でも技術使うよな。うん、さすがにここで技術使ってたら、まあ、無理なんで、300点ぐらいは入ってくるよな。筋力がしんどいな。筋力がマジでしんどい。緩急ありがとう。おー、なんとかなる。これ、なんとかいけますね。うん、よし。これなら、ギリギリ、いけますなって感じか。スタミナ、まあ、スタミナ練習したいのは山々なんですけど。
あー、どうしようかなこれ。スタミナの練習すると結構きついかもな。3が出るかどうかっていうのはだいぶ、まあ、5の方が期待値圧倒的に高いので、こっち行くか。よし。うん、冬眠カードいいですね。お前の言う通り。冬眠さしとくか。うん、ゴールしっかりいけました。で、冬眠使います。で、さすがに30離れてたと思うので、まあ、300点以上入る計算で大丈夫なはずです。900残ってれば OK。まあ、これで大丈夫かな。はい。おお、なるほど。したら、もうちょっと使えますね。うん、いいんじゃない ?OK。なんとか、まあまあまあっていう感じですかね。はい。うわー、ここは輪っかないじゃないとなここは輪っかないじゃないと流れ悪いんですよね。はい、強打者。ちょっと、なんとも言えないっすね。34だしな。西行きますか。残り20マス。ああ、まあ、ここ踏んで、特急で近づかせてもらう感じかな。うん、っていう感じでいいかなと思います。もうぶっ飛び。で、ここで決算ですね。はい。いや、なんとも言えんな。11831、なんとも言えんですね、正直。で、特性、おー、なるほど。ここのタイミングで、来ましたね。特急カード使う。で、まあ、ここの、もろもろがうまくいくんであれば、悪くはなさそうです。で、30はさすがに離れてんのかな、これ。札幌からなので離れてますね。大丈夫ですね。で、東京自体はもう結構買ったので、精神と技術が残ってれば OK。で、ポイント的には、精神と技術が何点なんだ、これ。ちょっと買ってるんでね。420、560か。まあ、割と使って大丈夫ですね、したら。ほう。まあ、500点入ってくるかな。300点ぐらいでもいいのか。って感じですね。300点ぐらいでもいいのか。うん。まあ、とりあえず、これぐらいですかね。対強打者取って。ちょっと一回戻しで。で、鉄腕はまだ取んなくていい。警戒解除。まあ、こんなもんでとりあえずいいですかね。はい。うん。OK。いいんじゃない?まあ、次以降のゴールが良ければ、割となんとかなるね。すえー。近場。おわー、函館か。まあ、なんとか寄れないことはないぐらいの距離かな。はい。なんとか寄れるかな。ちょっとわからんですね。新幹線は1枚あるけど、とりあえず。25。うん、なるほど。25ですか。スタミナで残り20にはできますね。青森か黄色。黄色優先かな?黄色を優先したいかな。黄色ちょっと優先したいかなって感じですね。次以降の展開も考えると。OK、ナイス。これでゴールして、次ももう一回行ければ十分すぎるぐらいですが。5。OK、ナイス。新幹線。使いまして、30は離れてないよな、これ。東京から来てるので25とかですね。30は離れてない。ただ300点ちょいは入ると思うので、300ちょいか、680か。
うん、まあ、あんまし使いすぎんようにしながらかな。投資。まあ、ちょっと調整しつつですね。筋力は結構な値入ってますね。はい。頼む、もう一回ゴールさせてくれ。そしたら最高、マジで。360点。はい。おー、いやー、ちょっと厳しいんじゃないか。ちょっとわからないが。はい、締め順序はなかなかいい。なんとか、なりませんか？これさ、どっち？どっちなんだ？多分まあ、下っぽいけどな。下っぽいけどわからないですね。一応わからないものは、調べればいいので。下ですね。はい、下かな。21かー、ダメじゃんか、21じゃ。わー、ゴールしたかったよー。21じゃ無理ですね。しゃーなし。それかなんか、ゆかり1か。1しかないか。ゆかりは1しか無理ですね。1、無理だもんな。したら、3、3でいいかな。18、12。うん、3でいいかな。ここは、3を踏みましょう。で、急行カードといろいろ駆使して。2回か。まあ、普通ですね。かもなく、不可もなくですね。場所替えカード入りました。特性で切ります。でもあれ、今あれになんなくてよかったですね。不景気になんなくてまだよかったですね。不景気がまだあるからな。ゴールドを使います。で、急行と6でゴールだが。12だとカードをですね、カードもらっとこうかな。うん。で、カードもらいます。意外とまあ、あれですね。コントロールできてますね。変化球ポイント自体は。はい。あ、いらんね。全然いらんかった。体力がな、結構ギリギリですね。メンタル。おー、いいですね。素晴らしい。で、函館からですかね。30はさすがに離れてない。20ちょいだった記憶はあるので、まあ、そんな感じで。はい。制圧。速球プラ。300ちょいよな。うん、多分300ちょい。だと思うので、こんなもんで OK ですね。はい。OK。まあ、いいんじゃない？うん、新潟。まあ、普通ぐらいの距離ですかね。一応残ってるポイント的にはね、まあ、変化球がもうちょっと欲しいけど。はい、指名できないことはないかなという感じの距離、ポイント。39。エンマ残り5か。それは不可能ですね。場所替えするしかないか。5出てたら一発ゴールですね。ちょっと貯めたい感。いや、貯めなくてもいけるか、これ。場所替えします。30離れてたので、多分いけますね。300ちょいよな。ヒレだけ取る。え、なんかもうちょっと軽いやつがいいな。うん、これなら確実かな。うん。いいんじゃない？カードの周り。あ、ゴールカード使いますか。危ね。はい。ちょっと買ってきます。処理したいけど。無理やな。買ってきます。ちょっと処理したいですけどね。カード持っとくよかったかな。ちょっと難しいですね、あの辺は。うん、いいんじゃない？岡山、ナイス。で、ここ、奇跡的に、すごいいい感じのばらけ方で買えたんで。これはありがたいですね。35。ぶっ飛び。おー、変わらん。変わらん。変わらんくて草。あー、ちょっと物件駅行きたかったなー、これ。横浜6でちょっと行きたかったですね。これだったら。筋力行きましょう。筋力すごいね、これ。筋
力めちゃくちゃ入ってますよね。よく進めるカード。なるほど。これ、20かな新幹線で。あ、21。うわ、なんか絶妙。6だったらよかったな。6だったらよかったな。え、6ないんだけど。6進むか。6進むか。6進みます。静岡勝って、次ゴール目指す感じでいいのかな。という印象ですが、果たしてどうでしょうね。次、岡山。よし、いいんじゃない。岡山でしょ、筋力いらんもんね。買うだけ買っちゃいます。はい。で、5出てないんか、なぜなんだ。なぜなんだ、本当にこういう時に。こういうの困りますね。買ってきます。使うか。広島のプロ野球チーム、高いんじゃない？筋力、精神ごっそり持っていかれましたね。で、落ち着いて、精神ごっそり持っていかれたな、やっぱり。ここ一回、遊びます。で、5待ちですね。周回で稼ぐ。うん。精神ナイス。で、しっかりと巨神度取ってあるんで大丈夫です。5出ました。新幹線でサクッとゴール行きましょう。で、広島か。精神多めですね。300点ぐらい入ってくるよな。まあ、こんなもんでいいっすかね。はい。はい。よし。オッケー、ナイス。岡山オッケーです。おお、ちょっとまあ、確かにそこは行ってなかったなっていう感じはあるけど。距離が悪くなってしまった。ナイス！てってけ、ここで発動。え、まあ、ちょっと落ち着いて。残り11とかだったな、今。最高じゃん。いいですね、残り4。エンマも吹っ飛ばす必要ないしな、現状。青森だったら、コストも安いし。いやー、すんごい嫌な。いやー、これは嫌ですね。正直赤止まった方がいいな。3の方が出る確率高いですね。一応もうエンマは飛ばしましょう。で、残り1ターンか。そこそこ入ってくるっすね。特に精神とかが。ガーッと振っちゃうか。ああ、なるほど。筋力と、筋力すごいな。意外と入ってますね。そうなんや。意外とすごいバランスになってるんだな。筋力いらないんかな。まあ、ここ振るから、必要な分はあるけど、確かに。こんなもんでいいか。で、筋力踏んどきます。オッケー。で、まあ、なんとか3で行かせてもらえれば OK かなって感じですかね。25000点。まあまあ出てますね。ただそろそろ不景気も来ると思うので、ちょっとその辺が何とも言えない感じはありますね。打たれレベル3だけど取る？さすがに取るか。投資とかも取りたいんですけどね。さすがに投資はちょっと。変化球対抗はいいか。筋力やべえな。青森か。青森は、変化球ポイントちょっと欲しいかも。300入ってくるよな。まあ、入ってこなくてもこれだったら大丈夫ですかね。はい。ああ、ま、そうか。買い占めてんのかも。こんなもんで。いきましょうか。うん、いいんじゃない。で、北は大体終わったと思うので、次多分、博多とかだと思うんだけどな、残ってんの。大阪行きました。大阪行きましょう。大阪か。
コンピューターに任しちゃいます。で、まあ、ちょっと筋力多いな、やっぱ。海岸で筋力をさばいていく感じになるのかな。まあ、おかげさまで、各集客に振る分ありますけど、行きましょう。はい、ということで、同点でした。次行きましょう。技術精神欲しいな、これ。結構。で、43。43? まずいな。エンマも遠いんで、ちょっとお話にならないかもしれませんね。24進むとどこなんだ。22、23。くそー、横浜寄れねー。横浜寄らしてほしいな。あと1個なんでね。買い占め体感はあるんだけど。15、16、17。絶妙。とりあえず黄色ですかね。これは進んでも青今更取ってもしょうがねえな。うん、で、6月の最後にかけて、これ不景気来るっぽいので、ちょっとそこは頭入れながら動きたいですね。なので、まぁ、ちょっと速攻で向かいたいです。名古屋は。あ、大阪か。大阪ですね。はい。潜在地具使います。残り8具。はぁ、京都。買い占めしてないのか。持ったねー。めちゃくちゃ持ったね。そして大阪は?大阪さんも買ってないですね。なんかこの辺の重要物件買えてないの痛いな。一応体力カロリーバー2本なので、ここ踏みまして。で、筋力は控えめかな。でも控えめだと、次以降無理だけどな。ただまあ大阪先に買い占めなのは間違いないと思うので、まあ、買ってもこんなもんか。420。300ちょい入ってくる。なんとかなるか?大阪か。ちょっとなんとかなってほしいかな、これで。そうすると次以降、てか買えるか。これで買えばいいか。次、また寄る機会があれば、これで、押し通させてもらう感じで。で、城の内が完走しまして、まあ、ニコ取りは安定してくれんのかな、これ。カロリーバー使います。で次以降のゴールは、だいぶポイントが少なくなるので注意ですね。30離れとったよな。30離れとったよな。大阪、だいぶなんか北の方からうんぬんとか言ってたんで、青森とかから来たと思うんですよね。多分。300そこそこ入るな。重い球取っちゃってこれでゴールしましょうか。もうちょい使っていいな。はい。OK。博多がまだだと思うんだよな。博多踏んだ思い出が一回もないんだけど。あ、京都も行ってないみたいですね。筋力なんだよな、京都も。京都、博多か。まあもう、経験点がね、次入ってこないので、ちょっと買い占めは厳しいかもしれん。ただ1ターンゴールは魅力的どころかめちゃくちゃありがてえ。一個変えるな。カーブにするか。シンプルにね。三球種目覚えましょう。ちょっとどうしようかな感はあったんですけど、まあ、いいでしょう。で、ゴールします。いいんじゃない?一個ぐらい変えるか ?460 点。足りてないかな。足りてないか。博多ですね、やっぱり。まだ行ってなかったなーっていうのはあるんで。あ、変えた。ギリギリ。でもこれ買ってもしょうがないかもしれん。博多だったらワンチャンス、あれですね、買い占めいけるので、こんな感じにしときましょう。で、おぉ、15。15、16、16、16、16、16、赤か。困ったな。20進んで1っていうのは相当冒険感強いんですよね。むず。いやー。いやー、むずいなー。16進むか。まあ、赤覚悟で16かな。
まあでもこれプラス結構つくよな。あー、これいって15でゴール圏内休校で、いやーちょっともう一回どっかゴール入れる可能性もあるけど、まあ、この一回のゴールにかけるかどうか、それでフィニッシュするかどうかの瀬戸際って感じですね。マジで瀬戸際だな。まあ、ワンチャンスどっか行ける可能性があったとしたら、広島なんか買い占めてないな。あ、行ってないのかな。じゃあ広島はワンチャンスあるかもしれないですね。したらじゃあ新幹線使いますか。で、これで残り3にしてちょっと最後の可能性にかける感じで、広島行ってないのかな。オッケー、いいんじゃない。で、ここは絶対ゴールがまず条件になってくるので、それは乗り越えてくれました。で、100ちょいしか入ってこないので、あそこは気をつけつつですね。この博多680700、うん、ちょっと振りすぎないようにしないとね。これでいいかなという感じです。はい。で、広島になってくれればまあ御の字ですね。広島になってほしいな。残っとった。やっぱ全然買ってなかったからな。あそこが手つかずっていうのはおかしいですからね。はい、よし、これでワンチャン買えるわ。あ、ゴールできた。これはありがたい。まあ、ちょっと不景気だったのが残念ではありますが、買えるんであればありがたい。技術と精神、あれですね。変化だけ残しとけばいける感じかな。うん、そうですね。まあ、筋力いらなさそうなので、ちょっとその辺の振り方が難しいですけど。こんなもんか。まあ、どうしてもこんなもんになっちゃうよな。はい。オッケー。いいんじゃない？まあ、頑張った方じゃない？はい。鹿児島！これ、鹿児島行ってない、行ったよね？一回。行ってないのかな？行ってなかったらだいぶもったいない感じですけどね。まあ、しょうがねえわ、もう。はい。オッケー。うん、いいんじゃない？まあ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 、悪くないとは思います。で、お休みする感じでもない。っていうか、休息練習半端ないっすね。めちゃくちゃ強いんだが、スタミナまだ上げれるね。筋力いらないので、ちょっと筋力以外のところを、サク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 取りながら、投資。うん、筋力いらねえな。どう考えても筋力いらんな。金縛り。変化球。技術精神が、まあ、振るんであればやっぱ欲しい感じには見えますね。うん、やっぱそういう感じに見えるな。まあ、筋力自体は、結局、その116、行きたいので、まあ欲しいところではあるんですけど、結局。ただまあ、現状どうこうって感じではないな。150ぐらい入っとったよな。ちょっと精神はだいぶ怪しいので、こんな感じでいいかな。はい。オッケー。強いね、急速練習。ちょっと強すぎるぐらいの感じはあるわ。一回休むか。一回お休みさせていただきまして、こんなもんでいいか。はい、一回休みます。よし、では行きましょうか。行きましょう。はい、が出ました。 OK ですね。次行きましょう。よし、うまく。お、なんか、すんげえ強い筋力。やばいんだけど。めちゃくちゃ来るんだけど、ここだけ。ここだけ凄まじいほど来ますね、練習が。250か。さすがに振らないと無理だな。うん。まあ、火消しもどうせ取るとは思うんだけどな。うん、まあ、こんなもんでいいっすかね。で、読みましょう。半端な。よ、ちょっと100入れすぎたか。スタミナ、まあ
神楽坂でいいかな。どうせスタミナ踏み待ちしているのである程度。はい。スタミナ欲しいよな。38で足りるよな、印象。ちょっとなんかいろいろなんかビクビクしてきましたが、これでとりあえず行きましょうかね。左取るか。行きましょう。はい、が出ました。OK ですね。次行きましょう。OK、ナイス。技術精神、スタミナナイス。待ったかい、やった。これはありがたい。ありがたいんだけど、やっぱ、スタミナの、さばきが大変ですね。スタミナのさばきというか、ここのさばきがマジで大変。前回取るか。どうせまあ、レベル1はもらっとるしな。はい。OK。100ちょい。ああまあ、100になりましたね。ああまあ。106は乗せるか。まあ、こんなもんで、行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次、行きましょう。うん、157すごいね。で、ラストが、おお、また。すごい。マジで意味不明なくらい、このダブルダック来ますね。さすがに、海岸したいな。筋力余ると思うからな。うん。まあ、これで振れば、一応悪くはないですけどね。これでいいか。はい。まあ、一回は海岸したいっすよね。肩爆弾つきました。最後ちょっと敏捷も入ってきてくれたので、うまいこと。そうですね。300は間違いないんですけど、技術精神がわかんねえな。結局変化上げたいんだったらみたいなところもあるので、でも150点。めっちゃ入ってくるよな。めっちゃ入ってくるよな、これ。100% めっちゃ入ってくるので、ちょっとなんか決断の時には来ているような気はする。こんなもんでいいかな。ひとまずこれでいきますか。はい、勝てました。ということで、まあ、悪くなかったかな。どうなんだろうな。全くわからない。先発。エピローグは野球だけかな、これ。誰かくれんのかな。あ、くれないですね。やっぱ野球だけみたいですね。はい。まあ、どうなんでしょうね。全と比べると、ただ点数はめっちゃ出てましたね。4万点近く出ましたということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 段で海岸で復活と、あとは本塁打現金ですね、海岸しております。さあ、どんなもん。おー、結構行きましたね。 P6 か。あ、割と乗りましたね。まあ、経験点ある程度出てたっていうところも良かったかなっていうふうに思いますし、まあ、思ったよりは悪くないのかもしれません。まあ、やっぱり今回は、その、買い占め自体は全部できなかったものの、ゆかりの地、東京、横浜、そして京都。まあ、やっぱこれ強いのかもしれませんね。ちょっとわからんけど、もうちょっと突き詰めてみないとわからないところはありますが、普通に中継ぎには入ったんじゃないのかなって思いますけど、適正も一応つけましたしね。うん、長継ぎ入ってますね、普通に。更新かけられました。うん、まあ、選択肢だな。やっぱり。選択肢ですかね。なんかインフレがドーンって起きたっていうよりは、やっぱ選択肢が広がったっていう感じの意識で間違いないのかなというふうには思います。まあ、今後の高校でね、やっぱメンタル投手で、まあ、査定持ってるキャラで強いっていうのは間違いないので、まあ、そういう将来性を、まあ、込みで引くかどうかは結構検討すべきかなというふうに思います。まあ、個人的には、まあ、使った感じ悪いとは全く思わなかったですけど、やっぱ前在が抜けて進行形の周りが、どうなのかなみたいになったのは、まあ、やっぱ感じたかなというふうには思います。まあ、そのあたりも込みでまた、動画出していきたいと思いますので、その時見ていただければいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。